浅野紀州は、日本の実業家。本名、浅野金六。宮城県岩沼市出身。当初は地元で事業を行っていたものの行き詰まったことから、23歳の時に上京。朝は定食屋、昼は喫茶店、夜はキャバレーでレジ係として働いて、資金を貯めて、数年後に、新宿2丁目に第1号店を開店したとされる。最盛期には、新宿を含めて27店を構え、本屋、蕎麦屋、居酒屋等を運営していたものの、現在は約10店舗に集約されている。浅野自身が運営する店舗としては、お食事処花膳が最も知られており、IWA・JAPANの記者会見場としてもたびたび登場している。また、過去には全日本プロレスや全日本女子プロレスの興行プロモーターとしての経験もあり、この関係もあって、プロレスリング、ノア首脳とのつながりは深く、ノアで行われていた、ノアの悪事も、在庫処分で儲かるからと浅野が勧めたものである。一方、全女では、経営危機に伴う、選手大量離脱の際に、IWA ジャパン所属の女子選手を助っ人として参戦させている。IWA ジャパンとは当初後援者のうちの一人という立場であったが、同団体の経営が迷走する中で1999年頃より IWA ジャパンの代表取締役に就任、2000年2月にはレスラーデビューも果たしている。そのため、週刊プロレスの選手名鑑でも選手と同様プロフィールが公開されている。IWA ジャパンはエンターテイメント色を打ち出した運営でマニア層からの支持を受け、小規模ながら新宿フェイス等を会場として継続的に興行を実施。また、浅野自身も東京スポーツの毎週火曜日、ファイトクラブのコーナーで不定期に相談コラムを執筆すると幅広く活動していた。しかし、2014年2月に脳梗塞を発症。通院治療により症状は収まったものの、以後も体調面に不安を抱えていることから、2014年10月13日の新宿フェス大会をもって、浅野は引退し、IWA ジャパンも活動を休止する方針となった。IWA ジャパンでは、浅野自身が体を張った、新宿2丁目劇場が有名。ファイヤー攻撃習得用に、浅野が口に含んだ灯油を飲み干した騒動や、フレディ・クルーガーが浅野をバイクでひき逃げした騒動等、散々な目に遭っている。ありがとうございます。